夫大丈夫落ちろあのセーフだったあった逃げ出たね逃げ出たよ、うん、さあ大丈夫オッケーもうないしょないしょああ残念いいあ戻っちゃいましたよいい当たったこの上行くしかないなみたいな。これ3番だ。え、ゆっこ、それ？そう、赤文字。オッケー。はい。キャノメ。はい。スリクソンでなくなっちゃった。うん。あ、そっかそっか。どうするんだこれはゆっこ。ほんとどうするんだ。どうするんだ。7番持ってきたんだっけ？違うな。違うな。左に一回出すか、この間抜けてくかどっちか。じゃあ左に。左。軽くですよ。軽くですね。左に軽く出す。おお、ナイスキックナイスキックでいいとこ、いいとこナイスキックきたあ、今7番だよまあでもいいとこだよ。いいとこいいとこ。バンカー手前。ポップした。ポップした。大丈夫、連続パーがあるから惜しかったね、よく惜しい。でも、最初の連続パーがあるからまだ保険はある。保険はある次は広いです。まっすぐのパー4、うん、の自分の中でこうドライバーとあのウッドの違いみたいな意識しない意識しないと思っちゃってんだけど、めっちゃ意識してるのかも。あの浮いて浮き方が違うじゃん。あティーアップの長さが違うから、あなんかいろいろあるのかなと思って。どうなんだろう。でも練習場だとすごいやっぱ振り切れるから。あそっか、本番になると急に、うん、急に多分もうあの人なんか意識しないもんみたいな感じでやってるのに実は意識してるじゃん意識しないでやってるつもりだけどね。そうそうそう、周りからバレバレみたいな。バレバレ恋愛か恋愛か50度でここはね、ピン真ん中なんでピンをベタッと。あーちょっと待って、
ナイスショー。左が広いよ。高いよね。ああ、思い出した。ここ2つに分かれてるところだ。そうそうそう、2つに分かれてて、はい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 、どっちも行けますよみたいな。はいはいはい、ここですよ。ここは段に2段グリーンになってる。そうだ、上につけたらダメとか言う。でも今日多分上だよ、ピン。なんで上に攻めていかなきゃ。なるほど、この前下だったわ。難しい位置だね。でも最近さ、パターとアプローチめっちゃ良くなったよね。多分ラウンド重ねて、うん、なんかそのアプローチとかヤード自分の中で30だったらこのぐらいかなとか、なんかちょっとなんか合ってきたかも。うん、やっぱラウンドを重ねたから。ラウンド重ねてその分、うん、アプローチとパターン本当に。これかな、これだ。右手はこうだよって言われて、このまま下にやったら帰る感じ。うん、合ってる合ってる。これを意識したらなんかちょっと良くなった。だって前よりなんかここがさ、うん、速くなったもんね。合わせに行ってないっていうか。でもウッドになるとさ、やっぱ浮くじゃんボールが。それがさ、やっぱこうなる原因なんだよね。下にあるボールはさ、こうやって打てるけどさ、うん、浮いてるボールとさ、人間ってやっぱこういうだからか肩で入ってきて突っ込みやすいんだよね。あ、だから浮いてないと思ってここにこうパーンって、今みたいなイメージができるとすごい。ドライバーも、うん、そう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 。確かに浮いてるってやっぱね、その打ちに行こうっていう意識がそう。でボールこっちに置いてあるじゃん。余計にこうなりやすい。はい、の上ですよ。はい、ね、ここはグリーンに届け。届け。届く届く。おお、いいじゃん。わあ、あ、乗ったー。イエーイ。スリーオンじゃん。イエーイ。さあ、狙えるよ。スーパートでな。だから私直ドラとかってやってたのはその、やっぱ打ちに行こうっていうのがなくなるんだよね、地面にあるの。その感覚でティーアップしてこういうイメージって。直ドラがだって一番むずいじゃん。やったことない。一回も直ドラが一番むずくて一番ボールも浮かないから、 そっか、それができるようになったらすごくこう、うん、他のクラブは簡単に感じるよねって言われて。
ギボギボギボギです。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。